1月23日日曜日、マイコスノーリゾートです。時刻は12時を過ぎたところですね。多分一斉に、お昼時ですのでね、レストランですとか、食事に向かわれる方で今下山コースはごった返しています。週末ということもありますので、だいぶお客さんで賑わってますね。ちょっとこういう時間帯によってはお客さんと重なる、他のお客さんと重なる場合もありまして、ちょっと接触とかですね、されてる場面も何度か目にしました。ちょっと気をつけるときに、特にこういう、そこまで幅広くないコースで滑走するときには、やっぱり視界ですね、見えないところも意識してコース取りですね、滑りたいものですけども、今天気は曇りですね。予報の通りなんですけれども、そんなに寒くないんですよね、滑っていますと。当然こう立ち止まったりですね、こうやってリフトの風を浴びるとですね、かなりこうヒヤッとするんですけれども、もう動いてるときは意外と寒くないと。で、雪質はですね、昨日の雨の影響でかなりシャーベット状まではいかないですけれども、少しだけこうザラメと言いますかね、ほんの少しですけどね、なのでずらしやすいですし、あとは滑走性ものすごくいいですね。板も走ります。これもやっぱり慣れていないとですね、ちょっとブレーキが甘くなってちょっと衝突っていう場面もちょっとありましたので、スピードコントロールしながら楽しむっていうのはやっぱり大切だなと感じました。はい、ということで、今日のマイコの様子ですね、リフトに乗りながら撮影をしてみました。ということで以上。